音がしない。バレずに済む。これは、はい、何ですか？パーティリリーカップっていうオランダのブランドのもの。こんにちは。今日は初めてのロケです。ということでね、ニュースタンド東京っていうお店にやってきました。なんかね、未来の日用品を扱っている店っていうことで、自分もちょっと気になることがあったから、今日はちょっとここでね、いろいろ探索してみたいと思います。すごい、なんかめちゃめちゃ可愛らしいお店。清潔感のある感じ。じゃあ右から行こうか。いろいろ日用品が置いてるわけなんですけど、なんか人気商品とかってあったりしますか？はい、今一番結構このお店に来てくださる方は吸水ショーツ、吸水ショーツを興味を持って来てくださる方が多いんですけれども、今ここに7ブランドくらいのショーツがあるんですけど、日本のブランドのものもあれば海外のブランドのものもあるんですけど、その中で一番人気なのがこのピリオドっていう日本のブランドさんの、日本のブランドですか？はい、クラシックタイプって吸水ショーツ。あ、ちょっとなんかスケスケになってますね。そうなんですよ、前が可愛らしい感じでメッシュのレースになっていて、吸水ショーツっていうのはあの吸水機能のついたショーツなので、中見ていただくとちょっとここだけ布の素材が違うのが、いやでもなんかもっと分厚いのかなと思ってたけど、そうですよね、結構薄くないですかこれ。そうなんです。で、あの全部4層から5層のいろいろ種類あるんですけど、層の構造になっていて、そこが全部水分を吸水してくれるものになっていて、これで 20ml 吸水してくれるようなショーツになっています。全然想像とちょっと違う。そうですよね、もっとなんかおばちゃんパンツで分厚くて厚みがあるかなと思ったらめちゃめちゃ薄いし、さっきこれとか見てめっちゃ普通のパンツだなと思った。最初安心して使っていただける使い方として、始まるかな終わるかなっていう時に使っていただくのがそういいですよね。なんかちょっとそれも考えて思ったんですよ、結構その終わりかけて、あ、もう終わった、もう大丈夫だろうと思って何もつけないで出かけるとついちゃったりとかするんですよ。これなんですか？これティーバッグじゃないですか？そうです、ティーバッグタイプも、ティーバッグもあり、指がティーバッグ、これですね、ティーバッグもあるんですね。はい、あ、すごい。これは吸水量は多くはないんですけれども、うんうんうん、吸水機能がついてる分、さっきみたいに始まりかけ終わりかけに吸水機能があって履けますし、何かと併用して使えます。これは、はい、何ですか？これは女性が女性のために立ち上げたブランドなんですけど、全部このここにあるのはバイブル、あ、そうなんですか？はい、なっていて、めっちゃかわいい。ぜひ。いいんですか？そう、はい、もちろんです。これがデイムっていうニューヨークのブランドのものになっていて、これがポムっていう種類なんですけど、ポムかわいい。中がそうなんです、中結構ちょっとマウスみたいな感じで手にフィットしやすいかな、ちょっとテーブルに置いてあったらちょっと間違ってなんか使いそうです。中が空洞になっているので、こう結構折り曲がりやすくなっていて、 あんまり他に多分ないかなと思うんですけど、なのでこう自分の気持ちいいところに当てやすいっていうのが特徴なんですよ。なるほど。思っていて、そうなんですよ。で、あとは結構平たいタイプなので、こう置いてハンズフリーとまでは言えないかもしれないですけど、うんうんうん、置いてこう使うっていうのができるのがこのポムの種類の特徴かな。これどこがボタン、まあ、ここの部分を長押ししてもらうと、結構音が全然しない。そうなんですよ、結構静かなのが、音がしない、バレずに済む。そうなんですよ、結構それも人気のポイントで、うんうんうん、これなんかお風呂場でも使えるんですか？あ、使っていただけます、防水のもので。あー、でも使える。一番人気なのはこのキップっていうリップスティック型の、これは全然わかんない、なんか間違ってあの美顔器かな。確かにそうです。これが3面を使っていただけるものになっていて、3面この平たい部分の面と、あとこう先が柔らかくなってるので、うんうん、ここを押し当てて使う。なるほど。あとこの筋の部分ですね、これここです。すごい素材が本当に硬くないっていうか、痛くないっていうか、女性が一人で使うのはもちろんなんですけど、うんうん、
の特にピンっていうタイプがピン、はい、この指にはめて使うタイプのものになっていて、例えば落ちちゃったとか気にせずに使えるので、例えばこれパートナーの方に使ってもらってっていうのでもいいですし、ここの振動するもの自体を当てるだけじゃなくて、振動したこの指をこう使うみたいな使い方。なるほど。これなんか男性の人とかもお店自体に来たりするんですか？いらっしゃいます、いらっしゃいます。結構カップルでいらっしゃるとか、ご夫婦でいらっしゃったり、お店自体があの未来の日用品店をコンセプトにして、女性のケア用品以外のものも置いてあるので、男女問わずいらして、これ何ですかっていう風に質問してください。なんか最近でちょっとなんかどれかなんか何か買っていったりとか。最近で言うと、あの今説明させていただいたのは普通のバイブレーターですけど、こっちにあるのがライオネスっていうスマートバイブレーターになっていて、うんうん、あのアプリと接続して自分のオーガズムっていうのを目で見て可視化できるもので、これを男性がプレゼントで、あ、プレゼントで買ってます、はい、お値段も全然可愛くないすごい、めっちゃ高級品だよ。でもなかなか2万5000ぐらいないもん、アイテムで。まあでもなんかね、こういうのってすごいあのなんかいやらしい感じの、なんかちょっと下品なものが結構多かったりするんで、多分ね、もしパートナーが急にこれをちょっとなんかピンクのわけのわかんないって言ったらちょっと引いちゃうっていうか怖くなるけど、なんかこういうのってなんか色とかもめちゃめちゃ可愛いじゃないですか。っていうのと、あとなんかそういうアプリと連携っていうテックっぽいものが入ると、え、それすごいねっていう話でちょっと興味湧きますよね。普通に生活したらあんまり見えないものをここで見て、そんなものがあるんだって知ってもらえる。でもなんか普通に置いてあるからちょっとなんかびっくりした。あ、なんかでもそれもなんかそういうおもちゃみたいな感じですよね。こっちは、骨盤底筋を鍛える、鍛えるもの、はい、トレーニングするアイテムになっていて、これ2つあるんですけど、今持っていただいているのがケーゲルベルっていうアメリカのブランドのものになっていて、こっちのボールになっている方を膣の中に入れるんですね、うん、でこのこっちの紐の方にこの3つ重りがついてるんですけど、こう重りを加えていって重い出ていかないように掃除する。重いこれものになってて、こう入れて垂れぶら下がってる状態になって、こう力を全部できる人やばいですよ。いるんですよ。いるんですか。実際こう3つ全部加えて全然大丈夫でしたみたいな人も。あとはスクイーズトレーニングって、こう力を入れる緩めるっていうのもやっていくんですけど、力を入れるとこの重りがちょっと上に上がるで、緩めると下がるみたいな感じで鍛える。ケーゲルベル本国のサイトだと専用のトレーニングミュージックソングっていうのが、トレーニングミュージックがあれ、今話してもいいですか結構こうやって激しいやつだなもうなんか他のやつとかもあるんですか。そうです。もう一個がエルビーっていうイギリスのブランドのもので、こっちは携帯のアプリとこの先、ここが Bluetooth のセンサーになっていて、そうなんです。これもこのボールの方を実の中に入れるんですけど、今触ってもらった感じ、こうピッて力が入れると、このピンクのボールが上に上がったり下がったりっていう、結構骨盤底筋の入れ具合ってどれくらい自分が今できてるのとか分かりにくい。めっちゃ今できてるんじゃんと思ったらもう全然上がってないこれはそうやって日々の自分のトレーニング結果をどんどん記録していってくれるので、あ、先月よりちょっと上がったなって。ゲームみたいこれ。すごい。そうなんですよ。これ最初は上げましょう下げましょうなんですけど、だんだんレベルアップしていって、レベルアップしていくんですか。最後の方とかはもうリズムゲームみたいにこう丸が出てきて、それに合わせてこうやって上げましょうみたいな。すごい月経カップ、月経カップめちゃめちゃ種類がありますね。そうなんですよ。今ここ4ブランドのものが置かれてるんですけど、こう最初初心者の方におすすめしてるのはこのイブ、韓国のブランドのカップ。ああ、医療用シリコンが使われて、すごい柔らかい、中でも柔らかい、うんうん、めちゃめちゃ柔らかい、うん、なんかちょっと待ってください、なんか書いてるじゃないですか、こう2分の1とか、なんかもう調味料を測ってるみたいなこのメモリがついてるのがイブの特徴で、あの15ミリのところとか20ミリのところに、今日は私はこれぐらいの、でも分かりやすいですよね、これだと。なんか自分どれぐらいの量の生理があるかとかっていうのがね、結構違う色が、なんか
こういう色とかもありますけど、うん、まず柔らかさ、入れやすさでいうと一番柔らかい方がキッチンカップっていろいろ折り方あるんですけど、こういう風に折りたたんで、あ、なるほど、ちょっと中に入れ、こういう風に、なるほど、柔らかい方が最初は入れやすいかなっていうところと、そう思った、これどういう風に入れるんですかって。そうですよね、こういうパンチダウンっていう入れ方と、あとはセブンホールドっていう入れ方があって、セブンホールド、こういう風に、私はセブンホールドに入れるんだよ。でも本当にそういう会話があるんですよ。なるほど、え、何派みたいな、セブンホールド派みたいな、かっこいいで、もう一個おすすめなのはメルーナっていう、これはドイツのカップなんですけど、うんうん、カラーがついてるので、ちょっと透明だとだんだん色が沈着してくるので、まあ、こういうカラーがついてるそれが目立たないのと、あとこれの特徴は先がリングになっていて、カップって入れるのもどうやるのって思うんですけど、出すのも結構どうやって出すのってなると思うんですけど、この先をちょっと引っ張って最後はもうこの根元を掴んで出すっていう感じなので、やっぱ最初こう探り当てるのにこういうリングの方が引っかかりやすいので、リングタイプが結構おすすめです、ね、なんかロシアとかでは、うん、あのお店とかに生理用品とかが置いてあるところにもうこういうのをブワーって並ぶんですよ、ね、並んでるんですね。そうそう、めちゃめちゃあるんですよ。あと例えば織物用シートとかティーバッグ用のやつが売られてたりとか、香り、香りめちゃめちゃついてて、ちょっとパンツ抜いたぐらいでもうここまでブワーってなってくるんですよ。やっぱ織物だったりとか、まあ、その蒸れてたりとか、そういうのを防ぐためにデオドラント効果がめちゃめちゃ強いんですけど、日本も結構ちょっと最近増えてきたなと思って、ちょっとずつです。いいですよね、カップ知らない人多いと思います。実物触れる場所っていうので、ここに来てください。あと教えてもらえますもん ね、 そうですね、今目で見てとか見せてくれたりとかもできるから、ご説明してもらえるのは嬉しいです。ありがとうございます。来てくださる方で、そもそもこっち向きで入れるの、こっち向きで入れるの、どっちなのみたいな、それも分かんない人もいるので、そうじゃんじゃん質問してもらえる。女性の味方だ何ですかこれは。これは妊活サポートアイテムで、パーティリリーカップっていうオランダのブランドのものなんですけど、使い方はあのさっきの月経カップと思って膣の中に入れて使うものなんですけど、結構妊活してる間ってあの射精後に精液がなるべく子宮に届きやすいように、しばらく女性側がこう横になっておく。あ、なんか聞いたりしますね。これ立ち上げた方男性なんですけど、男性自身もパートナーの方と妊活してる間にやっぱりそれってだんだんと女性側の負担に感じてきたりだとか、ストレスになって、このためにしばらく横になってなきゃいけないとか、しばらく動けないっていうのがあったりしたんで、まあ、自宅で物理的にサポートできるアイテムっていうので、これは膣の中に入れてそういう精液がなるべく子宮に届きやすいように、立ってでも大丈夫のように蓋する。これもなんかカップみたいな感じ。これはあの一見本当なんだろうって感じだと思うんですけど、性交痛を緩和するアイテムで、オーナットっていう、女性の7割が性交痛に悩む、7割以上が悩んでると言われてるんですけど、その多くの原因があの一気に奥まで入るってことなんですね。やっぱその人によってあの大きさ違いますもんね、うん、女性器の多分その深さも変わってくるし、相手のも変わってたりするから、それでどうしても多分徐々にだったとしても痛かったりとかっていうのはありますよね。見た目がこういう丸いものになってるんですけど、え、これ中に入れる感じですか？使い方としては男性器の方にこのコーナット自体を最初全部4つつけてもらうんですよ。こうクッションになる、間に挟まってくれるっていうイメージになっていて、だんだんその4つ今ついてるのをだんだん個数を減らしていって使うものになっていて、奥まで入らないようにするっていう、ここでこうクッションになるようにして使う。お店には結構カップルで買いに来られる方とか、意外とあの男性側が買いに来ることが多いんですよね。あ、そうなんだ。まあ、なんかこう悩んでて、それだけでも悩んでる人めちゃめちゃ多いってことですよね。なんかもっと自分はそういう世の中的に喋りにくい、言いにくいっていうのをなんか取っていきたいですよね。やっぱなんか自分の体しか見たことないし知らないから、比べようがなかったりとか分かんなかったりとか、聞いて驚いたりとか、え、何それ聞いたことないっていうこともあるから、ここのエピソードも将来的にはもっともっといろんな商品を増やして、世の中的にもみんな
になったこととか話せたりとかできるような世の中になったらいいなと思います。ですか、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いろんな話してくれ、聞いてくださって嬉しかった。すごいベラベラしてくれて、ありがとうございます。皆さんももし何かが気になることがあればこの店にどうぞ来てください。ぜひいらしてください。ありがとうございます。